セントラリア、セントラリアはアメリカ合衆国ペンシルベニア州コロンビア軍の町。19世紀後半から石炭工業によって栄えたが、1962年に発生した校内火災の影響により、連邦政府による退去勧告が出され、住民が街を去った結果ゴーストタウンと化した。この火災は今もなお沈下されずに燃え続けている。セントラリアは、 フィラデルフィアから北西に86マイル、約138キロメートル、ハリスバーグから北東に46マイル、約74キロメートルの地点に位置している。アメリカが州国統計局によると、町の総面積は0.2ミリであり、水域はなく全域が陸地となっている。常日のように退去勧告が出されているが、完全な無人となったわけではなく、 まだ住み続けている住民がいる。2007年は9人、2010年の国勢調査では10人であり、人口密度は平方マイルあたり87.5人である。平方マイルあたり66.7人、25.7人、キロメートルの平均的な密度に16件の住宅が建っている。2013年の推計では7人。 2000年時点の人口は10世帯21人であった。10世帯のうち1世帯、10%は18歳未満の子供と同居し、夫婦のみの世帯が5世帯、50%、1世帯は未婚女性が世帯主であった。家族を持たない独身世帯は3世帯で、そのうち1世帯は65歳以上の人が暮らしている。1世帯の平均規模は2.10人。 1一家族の平均規模は2.57人であった。人種構成は全員が白人である。年齢構成は18歳未満か1人、5%、18歳から24歳が1人、25歳から44歳が4人、19%、45歳から64歳が7人、33%、65歳以上が8人、38%であり、 平均年齢は62歳である。男女構成は女性10人と男性11人からなり、男性のうち1人が18歳未満であった。世帯ごとの所得の平均は合計で23,750ドル。家族ごとの平均所得は28,750ドルであった。1人あたりの平均所得は16,083ドルであり。 貧困船を下回る生活を送る人はいない。セントラリアとその周辺は、丹田の広がる地域の一つであり、1960年代まで、良質な無塩炭の採掘が盛んな炭鉱の街として、栄えていた。炭鉱開発前の1841年、ジョナサン・ファウストによって、ウルズヘッドタバーン、ブル、エスヘッドタバーンと呼ばれる酒場が開かれた。1854年には、 鉱山技師のアレキサンダー・ W ・レア、アレクサンドル・ W ・レアが炭鉱と町を開発し、街路や土地が整備されている。当初はセンタービル、センタービルと呼ばれていたが、1866年に解消され、セントラリアとなった。1966年までは鉄道も通っており、フィラデルフィア・レディング鉄道とリーハイ・バレー鉄道の2社が運行を行っていた。 最盛期の1890年には2761人の人口を抱えていたが、1980年には1012人に減少している。1860年代から1870年代にかけて、セントラリアは秘密結社モリー・マグワイアズによる犯罪活動の標的となった。セントラリアの街を開いたアレキサンダーも被害者の一人となり、 1868年9月17日に暗殺された。逮捕された3人の実行犯は、有罪判決を下され、公主刑に処せられている。校内火災が発生したのは、1962年5月のことであった。火災の原因は明らかになっていないが、集積所のゴミを焼却したところ、地下の鉱脈に火が燃え移ったとされる説が有力である。 その日が燃え広がった結果、地表では地面が摂氏70度から摂氏80度の熱を帯び、地下水は水蒸気となって煙や有毒ガスと共に地表に噴出するようになった。また、地下水が失われたことによる地盤沈下に加えて、一酸化炭素、二酸化炭素の濃度の上昇による健康への悪影響も相まって、セントラリアの住民は生活が困難になるという事態となった。 校内火災の消火には、莫大な費用が必要とされ、また技術面での課題も多いことから、連邦政府は消火活動を断念。このため、セントラリアの住民には立ちの企業が支払われ、住民はこの地を去った。2002年には、郵便公社によって、ZIP コードが抹消された。廃墟となったセントラリアの建物はその多くが、取り壊され、自然に帰っている。 現在でも、煙と有毒ガスの噴出は続き、町の南方から通じるペンシルベニア州道61号線の道路上にも、校内火災による列が発生し、使用不能となった。復旧の見込めない、従来の道は放棄、封鎖され、州道の正式なルートは迂回路に変更された。損壊箇所に続く、従来のルートは、両端の迂回路との分岐点に、土の山が漏れ、 通行が遮断されているが、訪れた多くの観光客による落書きで埋め尽くされている。地下で燃え続ける日は、雨が降っても消えることはなく、いつ沈下するのかは全く分かっていない。自然沈下までに必要な時間は数百年以上と言われている。1966年、当時の住民によって、退役軍人記念碑の隣にタイムカプセルが埋められた。 このタイムカプセルは本来は2016年に掘り出される予定となっていたが、実際はそれより2年早い2014年10月に掘り出された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。